かというところですね。まずは鎌本が呼ばれました。鎌本さん出ますね。日本のホームランとセフィ、ああ一人っぽいですね。はい、あ一人ですね。あそうですね、はい、はい、ヒーローの時です。放送席、放送席、今日のヒーローは日本のホームラン猛打賞鎌本選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずはプロ初の先頭バッターホームラン、素晴らしい先制パッチになりましたね。そうですね、まあ、2球で簡単に追い込まれてしまったので、ここからどうやって粘るかって考えてて、まあ、たまたま当たりました。難しいボールにも見えましたが、どうだったんですか？いや、フォークがちょっと甘く来たので、あ、これは前に飛ばせると思って無心で振りました。はい、あの中日先発のアチラ選手とはあの対戦経験もあったということですが、どういった思いで、どういった狙いで入ったバッターボックスだったんですか？そうですね、まあ、アチラさんとは、まあ、2軍の時に結構対戦しているので、まあ、そんなに、まあ、悪いイメージっていうかはなかったので、はい、まあ、思い切って打席に立てました。そして自身こちらも初の1試合2本のホームランということになりましたが、打ったのはカットボールだったと思いますが、どうだったんですか？そうですね、スライダー系だと思うんですけど、まあ、1試合2本、まあ、なんて高校でも多分ないと思うんで、まあ、自分が一番びっくりしてます、はい、あのホームランももちろんそうなんですが、セーフティーバントもありました。本当に良さが出たんじゃないですか？まあ、あのセーフティーバントはもう守備にで守っているときに、もう次左ピッチャー来たら絶対やろうって決めてたんで、まあ決まってよかったです。はい、そして一方投げては先発のバンデンハーク投手、6回途中までパーフェクトピッチングでした。守っていながらどういう風に見てたんですか？そうですね、今難しいボールは飛んでくるなって思いながら守ってたんですけど、まあそのバンディがよくいいピッチングしたんで、はい、打つ方で援護できてよかったなと思います。あの鎌本選手にはとってはあの交流戦も初めての交流戦になると思います。どんな決意でプレーしようと思ってるんですか？そうですね、まあ、交流戦、まあ、チームにとっても僕自身にとっても山場っていうか、まあ、大事な交流戦になると思うので、まあ、ここでしっかり結果を残すぞっていう気持ちですね。はい、さあそして今日は連敗も止まりました。これから先の交流戦、これから先のシーズンに向けて最後に決意をお願いします。今日から交流戦が始まって、まあ、今日いい形で勝てました。明日からも熱いご声援をよろしくお願いします。ありがとうございました。鎌本選手でした。今日のヒーローインタビューは自身初の先頭打者ホームラン、自身初の1試合2本のホームラン、そしてセーフティーバントも決めて今シーズン2回目の猛打賞ということになりました。鎌本選手です。セーフティーバントはしたことあったんですかね？セーフティーバントはあったんじゃないですかね。はい、まあ、だけど、あそこもね、あの点差で1点差ゲームだったでしょ、うん、でそこで左ピッチャーなので、その工藤監督だったら先頭バッターだといえども右バッターを代打に送るというような選択肢もある中でね、そうですね、そのまま行かせるんですからね、うん、まあ、先頭バッターだから出るためにはというところの、まあ、チョイスがね、はい、守備してる時からそうです ね、それもすごいですし、野球飛んできて大丈夫かというと思いますけど、ね